日本漫画遺産第1位漫画道。めっちゃおもろかったな。漫画家を目指す2人の青年の成長を描いた青春漫画の傑作漫画道。主人公は作者の藤子不二雄自身で2人の自伝的作品だ。この漫画の舞台となったのが東京都豊島区南長崎三丁目。公演には手塚治虫、赤塚不二夫、石森章太郎、藤子不二雄らが住んでいたアパートの常盤荘の記念碑が建てられている。そう、ここは日本漫画界の聖地、大漫画家たちを生んだ町。常盤荘は取り壊されてしまい、今はその姿を見ることはできない。ただ石の門柱だけが当時の面影をわずかに残している。しかし常盤荘の面々が好んで出前を注文したあの中華料理店松葉は今も残っている。それがこちら。彼らが食べた醤油ラーメンも健在だ。そしていつも常盤荘に出前を持ってくる看板娘のしのぶちゃんのモデルとなったのがこちらの竹石幸恵さん。どなたに出前持ってたかって覚えてます？私はね、名前は分からないんですけど、常盤荘の南郷室っていうふうに言われて持ってったんですけども、黒縁の眼鏡をかけて出てこられたっていう人だけは記憶に残ってるんですけどね。黒縁眼鏡といったら藤子不二雄 A 先生だろうか。日本漫画の原点を描いた漫画道は今もこの町に息づいている。そこかい。もうなくなっちゃったの残念ですよね。なんか本当に残しておいてもらいたかったですよね。本当にちょっと不思議なんですけど、なんでこのね1位を当てた時に1位の答えが漫画道やのに絵描かしたんですか。こんなマニアックな漫画ないですよ。なんかほんまに有名なキャラクターがあってみんなそう思ってたのに。ぶっちゃけて言うとボケどころっていうところです。答え聞いた時にしっくり来ないっていうね。